こんにちは、辻陽子です。いつも応援ありがとうございます。嬉しいです。いかがお過ごしですか？今日はね、ハイヤーマインドをうまく活用していくために、エゴの見分け方。そんなお話についてしていきたいと思います。じゃあね、まずはね、ハイヤーマインドとつながるって何なの？とか、そうやって何のいいことがあんの？とかを改めて簡潔に言ってみたいと思います。ハイヤーマインド、そのまま直訳してください。より高い意識。あなたの中に今あなたが思考しているあなたっていうあなたがいますよね。このあなたよりももうちょっと賢くて才能にあふれている高い意識のあなたがいる。これをまあ魂と言ってもいいし、あなたの本質と言ってもいいでしょう。あるいは、真我っていう人もいますね。写真の真に我と書いて真我ね。これがそもそものあなたなんですよね。で、このあなたは潜在能力、いろいろいっぱいあるんですけれども、これをね、思考を使いながら、今のこの動画見てくださってるこのモードのあなたが、いろいろ行動をやろうとすると、まあ、100% のうち 70% とか 80% ぐらいしか力が発揮できていない可能性もある。100を100のまま発揮できたら結構いいじゃん。そんな自分見たいじゃんっていう感じ。それがね、このハイヤーマインドを活用するっていうね。ハイヤーマインドを前に出していく。じゃあ、ハイヤーマインドをうまく活用しながらやっていくと、まあ、潜在能力がいかんなく発揮されるわけですけども、そのために知っておいた方がいいのは、似て非なるもののエゴです。エゴとは何なのか、私は欲のすべてをエゴというふうに、位置づけて今から説明したいと思ってます。つまりね、例えば、私が病気してたら早く治りたいなって思うのも私のエゴ。お腹が減ったな、なんか食べたいな、これも私の欲なのでエゴ。欲のすべてをエゴとするならば、3日徹夜してる、眠い、寝たい、これもエゴ。それ以外には地球平和を祈る気持ちもエゴだし、夢を叶えたいなもエゴだし、すべての夢願望実現はエゴ、と言ってもいいんだけれども、エゴが悪いんじゃなくね、多くの人にとってのエゴって悪いイメージがあるんじゃないかな。例えば、自己中とかわがままとか、なんか私だけ独り勝ちすりゃいいじゃんみたいな気持ちとか、こういうのをエゴってイメージするんじゃないでしょうかね。それ以外にはね、強すぎる執着ですね。もっと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 、こんなもんじゃダメだ、もっと、みたいなね。こういう強い執着。まあ、これはね、なければないほどいいです。なぜなら、このもっともっとっていう気持ち、執着心、綺麗な表現で言うと、ハングリー精神。こういうのをモチベーションにして行動を起こしても、夢は実現します。適切なことをやれば適切な成果は出ますから。だから全然それでいいし、私も若い頃はずっとそのハングリー精神をモチベーションにしてたんですよ。例えば何々さんに勝ちたいとかでもいいんですよ。スポーツなんかね、そういうのありますよね。全然ありです。けれども、その努力の仕方をね、全然悪いものではないんですが、仮に、こう階段を一歩ずつ自分で登っていくような努力とすれば、ハイヤーマインドの力をうまく使って行動していくのは、まるでエスカレーターで進んでいく感じです。加速するしスムーズだし、なんか疲れない感じしません。だからみんな潜在能力を 100% 開花させたい。ハイヤーマインドでやりたいって言うんですよね。ここまで OK ですか？じゃあね、エゴとハイヤーマインドの
見分けがついてない人が結構多いなと私は感じていて、見分けついた方が断然いいし、見分けつかなかったらわけわからんまま、いや私から見たら、いやめっちゃエゴモードですけどみたいな人もいるので、これね、やっぱね、自分でちゃんと自分のことを気づけとくといい、うん、で、自分のことって案外ね、気づきにくいんですよね。人のことだったら結構簡単に気づけるわけよ、私も。その、あ、今、エゴからやってるね、みたいな。エゴ強い、とかね。そのやり方してたらしんどいでしょ、とかね。まあ、人のことは簡単に言えるけど、まあ、それは自分のことになったら、なかなか発見できないわけですよ。うん、これみんなそうなので、うん、今からね、あなたが自分でセルフチェックできるやり方、お伝えしときます。何か願望や夢、今ありますか？それを思い描いてください。例えば何かの試験を受けるから合格したいと思って頑張ってるんだとか、転職したいなとか、仕事辞めたいなとか、いい出会いないかなとか、結婚したいなとか、引っ越ししたいなとか、車が欲しいなとか、あの素敵なお洋服が欲しい、バッグが欲しい、そんなのでもいいし、ちょっとたまにはいい感じのレストランに食べに行きたいなとかね、なんかあります？うん、思い描きながら聞いてもらった方が後々、うん、スムーズかな。うん、はい。で、それを思い描いた時に、あなたのまず気分はどうですか？気分がね、軽やかだったり、深刻さがなくて、で、さっぱりしてたり、すっきりしてたり、爽やかだったり、のびのびとか。こういう言葉が合いそうな、こういう心の状態だったら、これがハイヤーマインドの状態と言っていいと思います。3歳児が自分の将来の夢を語ってるとき、何々になりたいって言ってるとき、あの時ね、軽やかじゃないですか。無邪気。で、見てて心地いい。あれです、あれです。あの感じです。大人になっても、あのモードで思い描けたら、結構ハイヤーマインドの状態で思い描けている。で、じゃあなんでそうなったらいいって思ってるんだろうっていう時に、私がすごくハッピーだし、きっと私がハッピーになってその夢を叶えた時に、周りも良くなる、うん、日本も良くなる、地球も良くなる、みたいな感じの言葉が続くなら、なおさら間違いなくハイヤーマインドと繋がっています。一方ね、エゴから何かに執着している時、執着しながら夢願望を思い描いている時、この時ね、まあ、さっき言ったようにね、案外自分のことって自分の状態が気づけませんが、セルフチェックできます。まずね、もしお手元に鏡があるなら、鏡で見てみてください、自分の表情。眉間にシワが寄ったり、眉間に力が入ってる。うん。目力、強すぎ、みたいな。気合が入りすぎてるとしたら、エゴのモードです。あるいは肩に力が入りすぎてたら、これもエゴのモードです。よし、自分が頑張る、やったる、みたいなね。くれぐれも何回も言いますが、これがダメなわけじゃないんです。でも、このまま努力してやっていっても成果は出ますが、階段を行くような感じ。で、今日はその階段を上りエスカレーターで、ああ、スルスル行くわっていう話をしてるんでね。はい。じゃあ、エゴ、その2、鏡で見る以外には。その夢や願望を思い描いたときに、心配や恐れや焦りが出てきますか？もっと頑張らないときっと無理だろうなとか、いや、仮に、これがうまく願望達成したとしてその後どうよとか、いや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 、前回ダメだったし今回もダメかもしれないみたいな自信のなさとか、
こういうのがね、どんどん湧いてきて、なんか気分が若干ネガティブな方に寄りますか？寄るとしたら、あなたはすごく思考で、うん、その夢や願望を思い描いていて、で、エゴモードですね。繰り返しますが、それが悪いわけではなくて、うん、そのままやってもいいんですよ。うん、はい。他にはね、見分けポイントとしては、執着まで行ってると、本当に気分が悪いです。もやもや感とか、イライラ感とか、嫉妬とか、はっきりとしたネガティブな感情を伴います。絶対あいつに勝ったる、何が何でも、みたいなモードです。これも明らかなエゴモード。まあ、こんな風になっていると、結構ね、頑張って達成するって感じになるんですよね。でもまあせっかくね、この動画を見てくださってるあなたは、ハイヤーマインドから夢や願望を思い描き、ハイヤーマインドの力でスルスル、うん、行動し実現していく、うん。快適に、ご機嫌に。というわけなので、もうシンプルに言えばね、それを思い描いているときに軽やかでご機嫌なのか、それとも力入ってて若干ネガティブとか、不機嫌まではいかんけど、なんかそんな感じなのか。この自分の感覚、これを正直に誰にもバレませんから、ちゃんと確認する。で、辻さんわかりました。まあまあエゴモードです。っていうか、いつもこんな感じでいろいろ思ってます。よっしゃ、頑張るみたいな。どうやったら、そこから、ハイヤーマインドモードになれますか？はい。その話をして終わりますね。まずね、自律神経を整えるんですけども、自律神経整えるっていきなり言われてもね、難しいですよね。自律神経で、唯一、あなたが意志の力でコントロールできるのは、呼吸です。例えばね、心臓を動かしてるのも自律神経。血圧、上げたり下げたりしてるのも自律神経。心拍数、これも自律神経が担っているし、そういうようなものの中で、呼吸だけはゆったりしようとか、息止めようとか、止め続けられないけど、まあ、最大限まで止めようとかできるじゃないですか。なので、呼吸を深く静かにゆったりさせていく。これはね、体育の時のあの深呼吸とは全然違います。吸って、吐いてってあれではなくてね。まずね、綺麗に椅子か床に座ります。正中線を整える。どのようにやるのか。尾底骨が寝ていたら、尾底骨を立てる感じ。尾底骨、尻尾の骨のとこですね。これね、例えばソファーとか背もたれに、だらーんってもたれて座ってみてくださいよ。こんな感じで。そしたら尾底骨が寝る。わかります？これをね、こうやって、背もたれから体を起こすと立つ感じ、わかります？これをね、もっと念入りにやるんです。どうやるかっていうとね、体をさらに前に斜め45度倒して、スーッとそのまままっすぐ戻す。これで尾骨が立ちます。あとはね、肩に手を置く。一回ぐるっと後ろに回しましょう。で、ストンと抜くと、いい感じに肩からも力が抜ける。これがね、綺麗に正中線が整うっていう状態ね。この状態で、ゆったりと息を吐いていく。吸う方は意識しなくていいです。吐く方を最初の3回ぐらいは、ため息をつくような感じで、はぁーって吐く。今大げさにね、はぁって言いましたけど、言わなくていいんで、普通に、
って吐いてください。3回ぐらい吐き切ります。吸う方は意識しなくても勝手に吸い込まれてますよね。あとは静かに細く長く呼吸数を落としていくようなイメージです。これもね、無理に息を止める話でもないし、誰かと比べて息を長くっていう競争でもないので、自分が一番心地よく静かに吸って、肺の奥まで吐いて、はい、また吸って、肺の奥まで酸素入れて、全部二酸化炭素、奥から出し切って。鼻から吸って、鼻から吐いてもいいし、鼻から吸って、口から吐いてもいいし、口から吸って、口から吐いても自由です。この今のちょっと静かになった感じ、この感じで、例えば試験に合格したいなら、試験に合格して、やったーって合格通知を見ている自分をイメージしましょう。どんな表情ですか？どんな体の動き？ウキウキしてる？エキサイティング？これをね、静止画よりも動画のように、ムービーで撮ってるように思い浮かべられるともう最高です。理想的です。で、ついでにこのモードで誰か親しい人に喋っちゃったりするともっといいです。軽やかに3歳児のちびっ子のように、テストに合格したいんだーみたいな感じ、今頑張ってんだーみたいな、軽やかにね、うん、はい、あなたが口に発したこの声はあなたの耳が一番に聞いてますから、そしたらね、体の全細胞や脳みそが一番いい感じにチャカ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 ってね、整うんですよ。気のバランスを良くして、気の巡りを良くして、呼吸数を落とすとね、ナチュラルにそういう風になりますから、で、頭がちょっと静かになる。これがいいサイン。この状態で、エゴが、執着心が、ネガティブさが出てこないような感じで軽やかに思い描き、人に言ってみたりする。これをちょこ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 やると、とってもいいです。でね、ここで終わっちゃったら結構ありきたりな動画なので、エゴが強い人、頑張ってるし、別に人に迷惑かけるエゴじゃないんだけれども、その願望達成に向けて、こう、執着が強すぎる人。自分でなかなか気づけないってさっき言ったじゃないですか。だからもうちょっとね、気づけるようなことをお伝えして終わります。あなたと私は違う、この感じってね、ハイヤーマインドの感じじゃないんですよ。ハイヤーマインドの感じってね、あなたと他の人がね、自分と他の人って言った方がいいか、なんかね、繋がってる感じがあったりとか、お互い様とおかげ様みたいな感じがあったりとか、一体感があるんですよね。なので、あの人を見返してやるみたいなのって、もうなんか、あの人と私が違うことを証明してやるわって言ってるのと一緒じゃないですか。まあ、これの延長で、私はやるよみたいな、この私ががいっぱい出てくる。人に喋るときも、私はこうしますみたいな。これはまあ、エゴのモードですかね。で、この時、脳波もね、いい感じのアルファ波とかシータ波じゃなくて、ベータ波の状態ですね。で、他にはね、私は特別みたいな感じね。さっきね、一人勝ちしたるわみたいな話も言いましたけど、
私だけいい状態になってやるわって、これもまあまあエゴモードですよね。あとはね、こうするべきよ、ああするべきよ、こうするべきじゃないのよみたいな、これね、下手したらね、義憤、なんかこう正義の怒りみたいな、そういうケースもあるんですけど、これはあの決して悪いもんじゃないんですけども、うん、このね、正義に燃えすぎてる状態、こんなに世の中に間違ったことが起こっていいのかみたいな、このモードもね、あのハイヤーマインドかそうじゃないかっていうと、かなりエゴモードです。このモードになってくるとね、もう脳波はね、ベータ波からさらにイライラ怒りの方のガンマ波まで行っています。これをね、うん、まあハイヤーマインドとかいろいろ言ってるけど、うん、アルファ波、うん、その中でも 10Hz のちょうどアルファ波のど真ん中、アルファ波ゾーン、まあ、どれぐらいかな、7から 14Hz ぐらいか、この中でも一番ど真ん中の 10Hz ぐらいに合わせれると最高なんですよ。このモードで何かをやると本当に円滑現象、まあベタな表現で言うと、引き寄せ、都合良すぎる、スルスル行くってなるんですよ。なのでね、アルファ波、あるいはね、若干シータ波に寄っててもいいと思います。シータ波っていうのは深い瞑想状態とか、まどろみに近いような状態ね、脳みそが忙しくない、雑念があんまり湧いてない、シーンってしてる、いい感じ、これです、これです。この状態に持っていきたいんですよ。なのでそうじゃない状態ってこんな感じ。なのでね、仲のいいお友達とかがいればね、こうチェックしてもらうのもありですね。今の私どうだろうみたいな。で、さっき言ったように鏡で自分の表情を見るのもいいです。無邪気でのびのびしてる雰囲気があれば、結構いいかな、アルファ波。で、そのまま何かの作業に入ると、まあ、大げさに言うと無の境地、ゾーンに入るとかね、フロー状態なんて言葉もありますが、淡々と静かに穏やかに、そしてね、無駄な動きがないんですよ、そういう時は。お料理とかもね、この状態でやると本当に手際もいいし、無駄な動きもないし、うっかり包丁を滑らして指を切るとかもないですね。でもほら、イメージしてみてください。ベータ波、ガンマ波、ちょっと考え事してる、雑念多い、あるいはイライラまで行ってる、それでこう料理してたら、おっととかあちとかなりやすい感じ、わかるでしょ、これがね、短時間でスルスルスルってスムーズにいく。で、この意識波動で普段からいる時間が多いと、ああなったらいいな、こうなったらいいなっていうね、この欲、願望、これがね、こう、なんでしょうね、綺麗にクリアに、こう雑念なく、こう自分から放たれて、そして現実化が起こりやすい。これを楽しんでみてほしいな。はい。いかがでした？じゃあね、最後にね、注意ポイント言って終わります。注意ポイントはね、辻さんハイヤーマインドで行きたいとか、執着しすぎるあまり結局エゴモードになってる。完璧主義を目指さないでください。一日の中の起きてる時間ずっとハイヤーマインドとつながろうとか、もうそんなの目指さないでください。いろんなことあるじゃないですか。だから脳波は揺れ動きますよ。私もすぐにベータ波とかならーとかなりますよ。なっても戻せばいいんだから。戻す方法はもうね、さっきやったでしょ、呼吸法から始まって正中線正してね、戻していい状態につけてまたやればいいので、完璧主義とか、ずっとネガティブにならないようにとか、こういうようなことを気にしすぎると本末転倒、過ぎたるは及ばざるがごとし。これね、結構ね、スピ系でスピが大好きな人にはまりがちな罠かな。
なんか、ついさんまたネガティブになってしまっていました。こんな私ダメですよね、とか結構メールいただくんだけど、もう、そのネガティブになっちゃったとかね、頑張るあまり、余計なってるよ、みたいなね。そうなんですよ。あ。で、いい感じは、無邪気な三歳児、みたいな感じで、ね、のびのび、軽やか、爽やか、こんな感じ。あなたの人生がもっともっといい感じでいい波に乗っていきますように。そして追い風に吹かれながら階段で行くのもいいし、階段で行ってたら気がついたらその階段がうおーエスカレーターだったよってなりますように。応援してます。今しんどい人、大変な人も大丈夫です。方向転換していきます。 V 字回復できます。ピンチはチャンス、明けない夜はない。私でよかったらエアーで繋がっておきましょう。そして一緒に波動共鳴しながら進んでいきましょうね。じゃあ、ありがとうございます。いつも応援も嬉しいです。またです。今日の内容いかがでしたか？当協会 NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市でアチューメント講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の、講習を受けていただくと、誰でも才能質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょこっとコツつかむまで 2,3 ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、レイキの疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またです。